まして、私は下十屋街道申します。どうぞお呼びください。今22歳です。自己紹介をさせていただきます。2017年12月に朝鮮大学に入って、2020年3月にコロナで大学を休めました。これから家族の農業仕事を手伝って、2022年に日本語をはじめに勉強しました。2023年2月に特定開校の試験を合格して、2023年6月に JFEU を合格して、今 NU さんを続けて勉強しています。趣味は読書です。私の著書は自分のやりたいことを最後まで一生懸命頑張ることです。私の著書は泳げないことです。親がうどしどりになったら世話をしたいですから、日本に開校の経験をすると思いますから興味がありました。開校施設業務に興味が深いので、お社に応募させていただきます。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。